はい、ひとつきまさしみです、えー。今日はですね、いろんな手口で、あなたはね、カルトに狙われてるんだよっていうところをですね、えー、話をしていきたいなというふうに思っています。自転車、走行から弁論、短歌、自己啓発、音楽会、もう果てはですね、フラダンス、結婚教室まで、そういうところから皆さんをガシッと掴んでですね、信者にしていくということで、全くもってね、あのそういうのは良くないなというふうに思うんですよ。ね えー、今日はコンさんとちょっとそういうね継承鳴らすという意味も込めてですね、えー、話をしていきたいなというふうに思っております。コンさんよろしくお願いします。お願いします。まあ大体ですね自己あのそういうね、えー、こういうカルトにはまるっていうのは心のい迷いがあるんですよ。いろいろね、うん、人生に対してねあの昔おったトラウマがあったり。うん 本当にこのままで生きていてね、いいのかなとか自分本当に今の仕事でいいのかなとかっていう,ふうにですね、悩んでる人が多いんですよね。そういうところにですね、足をすくわれるとダメなんです。だからね、皆さんが今不幸だっていうふうに自分のことを思ってたら実はそれはカルトにハマる危険性があるんですだからそういうことをなくすためにもですね、やっぱりワクワク,ワク,ワク楽しい本当の自分の人生を歩みたいですよね。あななたの好きなこと。 得意なことは一体何でしょうか。好きなこと、得意なこと、そして幸せでね、あなたたちに与えられた才能を輝かせて、人を幸せにできたらどんなに幸せな満足でしょうか。そんなに満足な人生を歩んでいたらですね、そんなカルトなんかにハマるとは思えませんよね。そもそも生きていて苦しいからそういうようになるのであって、あなたが幸せになることがまず第一歩なのです。ワクワクセミナーではそんなあなたの個性、才能を発揮していただくようワークを行っています。っていうのはです、ね、今これ私アドリブが、アドリブ。 うん、アドリブで世界平和統一家庭連合のでっね、わくわくセミナーは本当の自分を探しましょうっていうのをですね、ちょっと営業トークっぽくして、でもちょっと途中までうんうんってうなずいちゃった人いるんじゃない大体いいね、本物のとか、本当のとか、まことのとかついたらもう怪しいよね。で人生誰う悩みあるわだも、うん いや僕らターゲットですよあなた <laughs> あのまだ奥さんいらっしゃらないのねっていねえよ見越した俺一回 <laughs> <laughs> そうあの私たち結婚講座を開いているのは <laughs> もうほんねこれねなんかこう今の今あなたがね不幸なのを救いたいんだと、うん、っていう風にね入ってくるパターンってめっちゃ多いようん まあ怖いことですよ、うん、なんつうか本当にもう自己啓発とかスピリチュアルもそうなんだけどもなんか音楽会とか結婚相談会、うん、そんなものにも入ってきてんのうんあと小学生相手にした原理勉強会っていうのもあるよ原理勉強会気もる親子で参加できるワンデイセミナーまあでも実際のところ、うん、自分が例えば今はモテないと苦しんでいる人、うん がいたら、うん、そういうところに出会い求めて行っちゃうよね、うん、苦しんでるだって統一教会の合同結婚式にあの参加するのはさ持てない金がないで学歴がないっていう韓国人男性ですよ <laughs> そこに日本人女性を「うん、えい」そう尽くしてくれる日本女性しかも働いてもくれる子供もも産んでくれるっていうマッチングですよすげえなおい しかもですね、これ、まあ、えぐいこといっぱいあってさ、ああまあちょっとバーンされそうなことなんで、あまりも詳しく言いませんけど、はい、あの合同結婚式の後にね、初めての夜があるじゃないですか。まあそうですね。ありますね。それにはタイが決ままってますえー、!?3 日間もやるんですけど、3日間のタイが決まってます。そう,そう 気持ちそれに至る前に、お互いのお尻を思い切りぶたなきゃいけない。3回、<laughs> ちっ待って、さすがに持ってるんじゃないですかいや、持ってません。<laughs> ちょっと待って。そこに参加した人が、あのそういうふうにあの話してます。SM? <laughs> いや、それバンされないから、大丈夫かな。S,、えー、S と M <S、うん。S サイズと M サイズと。<S, S サイズと M サイズ。それ3日間、うん。お互いにお尻をパシャン、パシャン思いっきりやらなきゃいけないみたいです、3回。 やだな、うん、それを終えた後にもう体が決まってるせ、あのー、いのいイピートに導かれてしまうのがピースロードみたいな自転車走行っていかにも健康的なイベントだったりとかあるいはねひな、えー、祭りを呼びかけられて行ってみるとか。ああ まあ行ってみたらその最後合同結婚式でとんでもないことになってくるわけですよえひな祭りひな祭りもやってますよそれは女子留学女子留学生あの日本語弁論大会に参加した女子学生たちね留学生だからひな祭りやりましょう、うん、国際のお釣りですよって言って国際ひな祭りなんかもう人分カンプですね、うん、ひな祭りの起源って俺確か中国じゃなかったかなもともと あまあそううだろう、ね、でそれが日本に入ってきて独特の進化を遂げて、うん、ひな祭りって確か神社もあるんですけどうん、うん、和歌山県だったっけなまあなあるんだけど、うん、えそれあのえキリスト教と何も関係ないですよ関係ないですそれでもやるのひな祭りの歴史関係なくやりますやりますさあひな祭りで外国人は無料日本人は500円参加でなんなんその、はい、ちょちょっとなんかよく分からん 分かってたら入試してますからままあまあそうだね。<laughs> <laughs> いやだからね僕らから一般常識の眼差しから見ればなんじゃこれやっていう普通のビーズアクセサリー作りませんか <laughs> ビーーズアクセサリー作りませんかから統一教会入っちゃうんですかそう。でお尻3回パンパンパンってやってそう最後なね最後はマッチングされた後はいろんなねいろ <laughs> んなスタイルのものがあるわけです。 ですよねでも入り口は音楽会であった。そこでクラシック聴いてみたとかね。でも最後お尻三回立ったでな、はい、そうだな。もうあった。<laughs> <laughs> 最後はそれそこに導かれる <laughs> え。え、ちょっとそれコース選べないんですか。選べませんよ。え、お尻絶対三回立たないでダメなの。当然ですよ。<laughs> その前にあの聖なるお酒も飲まなきゃいけませんよ。私お酒飲みたくないな。 うん、それもとんでもないものがいろいろ入ってるようなお酒ですけどあ<ー> <laughs> だからそこに導かれるもう全然手前の段階で、うん、そのアクセサリー作ったりとかひな祭りに参加したりとかっていうみんなのこのなんていうの,あの参加の敷居がものすごく低いイベントが多種多様にあるのがしかもあのなんか手で叩くんじゃなくて。あの専門の ああれがあります棒があるんだねあるんですはいなんか桃源棒っていうらしい、うん、そうなんです <laughs> だからちゃんと最後最後まで統一教会のスタイルをね通してあげあげますよっていうことですねしかもね結婚した後にほらいろいろ夫婦のお悩みとかあるじゃないですか <laughs> うん、うん、その時は家庭力アップ講座もありますよ <laughs> 気持ち悪い <laughs> 家庭力アねお困りの皆さんには希望の家庭講演会というのもご用意してございますよなるほどちょっと自己啓発に似てますねあ,<ー>あのまずこのこのコースに入って幸せになれなかったらさらなる秘伝のコースがあってもっとお金を取っていくみたいなそうですそれで最後はワクワクした人生を <laughs> でもお尻叩かれるんでしょそうです ちょっとお,お互いにほら、あのー、合同結婚式の前の日に初めて相手を見るわけでね、お互いに。ああ、あってやっぱりため息を漏れるそうなんですが、つきあったこともないや、は <laughs> めましてつてって、明日結婚式ですねって、なんじゃこりゃっていう展開なんで。そ,そうだよ。うん、ちょっと、桃源棒でお尻を3回たくっていうのは、うん、ちょっと今私画像検索しましたけど、ちょっとショッキングですね、これは。 そうですよ。だってものすごい痛い代ですよ思い切りやらなきゃいけないんでそれが教統一教会の教えなんでなんかこれで罪がなんか消えるとかっていう因縁があの落とされるらしいですね悪い因縁が落ちないってつ <laughs> <laughs> か因縁がねえしそともそも因縁ないかちなみにね、うん、あのどうやってマッチングしてるか文鮮明さんが生きてらっしゃった時は、うん、7代前の因果から えー、お互いにあこの人とこの人いいなっていうことを、えー、まあの鑑みてマッチングしてるそうです。だいぶ多いですよ。7倍前まで遡ったら。清水さんよく考えてください。<laughs> 7代前まで家系図がある家ってどのぐらいいるん <laughs> ですか。だってまず自分の両親でお父さんとお母さん。うん、ねこれ2。でそこに対して2人ずつお父さんとお母さんがいて。そこにまた2人 <laughs> 2人2人でこう7代前まで遡ったらもうどんだけおんねんっていう。<laughs> そうなの。だから普通の家に家系図なんかまずないはずなんですよ。うん、なのに7倍前からチェックするそうですよ。まあ、おそらく文鮮明様の超能力によってですね、すべ、ね、て。そうですよ。ですね。そう、うん、あるらしいんですよ、うん、ああつったら出てくるのかな。でお尻叩け、はい、そう。<laughs> はい、そういれアクリピーみたいな。ああ、えー、そういうね。 あの宗教に入らないようにするためにもですね、うん、あなたの好きなこと得意なことは何でしょうか好きなこと得意なことそれをね自分で満足して人を幸せにしていたらカルトなんかにとらわれないでしょうだからまずあなたがあなたのことを幸せにすることが大事なんですよ、うん、ひとつき摩擦ワクワクセミナーりましょうというこれがカルトやねん <laughs> って、ね、<laughs> んと,にというわけで、えーうん、いろんな手法がありますねということでコンさんが調べてくれましたんでぜひ見てください、うん、ということで、えー、それではスタート はい、えー、フリーーライターのショーです、えー、今日はですね、またちょっと統一教会のネタになるんですけれども、あのー、統一教会がね、えー、なんで、えー、関連団体をいっぱい持っているのかといえば、まあまあ、政治思想であれば、ね、勝共連合だったり、あるいは、えー女性えー、あ世界平和女性連合だと、えー、女性をターゲットにして、 社会貢献やろうとかね、表向きものすごくん、なんだろうな、社会的にいいイメージのアクションをやってたりとか、えー、するんですけれども、それ以外にですね、あのー、非常に親しみのある趣味のイベントっていうのも結構やられてるわけですわ。で、そうなると、ぱっと見だと宗教活動とか入信勧誘とかそういうものがイメージしにくい、えー、活動が表向き、えー、なされてるわけね。 でも、ね、どんな、えー、集まりでも、えー、趣味の集まりだろうが、えー、あるいは原理工程をベタに学ぶみたいな原理研究会みたいなものであろうが、えー、最終的にはそこで仲良くなってその先に少しずつステップバイステップの入信勧誘ていうのが行われていくので。 いきなり、あの、原理工程を出して、まあそういう人もいるんですけど、<laughs> あの、ベタなね、入信活動をやってるわけじゃないわけですよ。だから本当に様々なイベントがあるので、あの、普通の人は気がつかない可能性がある。って考えたときに、じゃあどのぐらい、あの、広範囲に、えー、旧統一協会、今の、えー、世界平和統一家庭連合とその関連団体が、えー どのぐらいレンジの広い、えー、アクションをやってるのか、イベントをやってるのか、っていうのを今日ちょっとね一、一通り見ていこうと思います。はい。つい最近もですね、まあ自治体がね、まあある意味騙されたって言ってるけれども、チェック機能が働いてないに等しいんですよ。なので、まあこんな記事がね、飛び出したりしています。これは長野放送の記事ですね。旧統一協会関連団体主催の弁論大会を 公園、えー、安曇野市、えー、教育委員会は認識なかった。今後は申請者情報を慎重調査と。これ9月6日の記事ですから、まあ僕が一月満冊で散々言ってきた <laughs>、あのー、このイベントね、ね、えー、旧統一協会の関連団体主催の去年6月の女子留学生日本語弁論大会。ほら、皆さん思い出しましたか僕が先駆けて言ってましたよね。この女子留学生日本語弁論大会、やばいぜ、と。 ね。で、これをね、あの、長野県安,安住野市教育委員会が、旧統一教会の関連団体が主催する弁論大会を講演していたと発表しました。ね。だから僕がツッコミを入れたから <laughs> 動いたんですよ。これ、どう考えても。ね、マスコミに指摘されるよりも先に言った方がいいでしょって僕はメールで伝えておきましたからね。 で、この講演したのは2021年、去年6月に、えー、の、で、市内に開かれた女子留学生日本語弁論大会、県大会です。はい、えー。留学生が将来の夢などを語るもので、講演は妥当と判断しました。もうね、自己申告したものを、立派な活動じゃないかっていうふうに、ベタに受け取るだけの頭がないのが教育委員会メンバーってことですよ。 えー、申請した、えー、WFWP 長野第二連合会が旧統一教会の世界平和統一家庭連合長野家庭協会の関連団体という認識はなかったということです。なかったっていうか調べもしないってことですよ。教育委員会ってなんだろうねと思いませんか学校管轄している割には、えー。2019年度以降の各種イベントを調べて判明し、 今後は申請者などの情報を慎重に調査、検討するとしていますって書いてあるけど、まあ正直僕はね、彼らに、上級委員会に調査能力も時間もお金もないと思います。だから、ちゃんと調査しようと思ったら手間暇かかるんですよ。ね。ただ、ネット検索でわかるものもあれば、そうじゃないものもあるんで、今日はそういう話をしていこうかなと思います。はい。例えばこんなもの。ね。 ピースロードっていうのは僕も取り上げましたけれども、日韓交流を目的にした、えーえー、自転車で、まあ、走ろう、一緒に走ろうみたいな信者たちのイベントですよ。ピースロードね。これを講演してたあの自治体の議員や役人がいたりするわけだけれども、このピースロード20 2021は終わってるので、えー、コロナ禍で苦労する人々に音楽で移動を、あれスポーツの話がいきなり音楽で移動をって話になって、 こういうイベントが開かれたってことですね。まあ、ここに載ってるねミュージシャンの方々もね顔がこんなにはっきり映ってて、しかも統一教会系なんだってこの人たち知らないんでしょうね、おそらくね。知らないか信者かのどちらかですよね。こうやって彼らの音楽の素晴らしいスキルがですねあの利用されてるわけですよ、統一教会の宣伝に。ね、で、こういうイベントをやったと。で ピースロード練馬っていうから、もう東京の話ですね、これ。ピースロードコンサートっていうのが行われたと。うん、もうこれ見りゃ分かるのにね、あの普通の人も分かってほしいよ、東京平和大使協議会。この平和大使協議会って言ったら、もう完全にそれは、えー、統一教会の、あのーあれで、あれなんですよね、関連団体もいいとこなんですよ。平和大使協議会なんて,って聞いたら、もうみんな気をつけなきゃダメです。 はい、だけど、多分知らないからあの、ついついこういうふうに音楽提供しているのかもしれません、はい。でね、これはベタにこのピースロードのホームページなので、この夏、えー、自動車重装によるピースロード 2021inJapan が全国で活発に行われましたが、実際それやられてるんですよ、全国各地で。えー、世界平和を推進するために、UPF 総裁の、えー、ムーン,セン,ン、えー・センミンか、えー、ハン・ハクチャ夫妻が、 強調しているのが、他者のために生きることの大切さです。まあ、一見綺麗だけど、これは要するに、文鮮明とハン・ハクチャのために生きろってことです。はい、ピースロード練馬ではこれをピースロード精神として受け継ぎ、<laughs> 年に一度の自転車走行に終わらせず、地域に根ざした活動として定着させるべく、8月から毎月3 4 0人が参加する環境保全運動を実施してきましたと。と、まあ、要するに環境保全運動も えー、統一協会への、旧統一協会への、いや、今は世界平和統一家庭連合。まあ、今日は家庭連合と呼びましょう。えー、家庭連合の、えー、入信のチャンスになってきたよってことです。この環境保全運動はね。まあ、海でのゴミ拾いとかですよ、えー。今回のコンサートはこうした活動の一環として行われたものを、うん、会はピアノとコンドラバスの穏やかな音色で始まり、自転車で地域をつなぐピースロード運動や国際ハイウェイ構想を映像で紹介した。これはまさに、あの、統一協会の政治運動ですね。 国際ハイウェイ構想は、で、やび太鼓という地元在住の方々による和太鼓の音色に合わせて、ボランティア活動の映像が流されました、おそらくこれは地元のミュージシャンが、えー、お金出すんで演奏してくれっていうふうに頼まれたんでしょうね、きっとね、あの本当はよく分かりませんが、うん、実際は信者なのかもしれないし、わからない、わからないっていうことがポイントです。 でこのね戦、えー、北東京、えー、平和大使協議会の、えー、チョ・ソンウク共同議長が主催者を代表して挨拶したと議長は理念や宗教を超え地域活性化のために奉仕活動を推進してきた今回のコンサートは音楽を通してコロナ禍で苦労されている方々に希望と勇気と色を差し上げたいと願って企画したと述べ,、えー、述べたと、えー、その後来賓紹介に続いて平和大使の任命が行われもう平和大使の任命を行うだあたりからもう 入,入信ですよそそもそも、はいまあ、こんなことが行われているので、音楽のコンサートだからねと、気軽に入ってみたって言ったら、そのあとどうなるかはもう分かりません。はい、でこんなねツイッターの投稿見ましたあの、僕の住んでいる千葉県市原市の隣にある県庁所在地、千葉市内の話です。ね、この気をつけてやって、千葉市内で統一教会が初めての結婚教室というチラシを配っていたそうです。 この状況下で勧誘活動をする執念は凄まじい。今後もいろいろ手口を変えて接近してくる可能性があります。十分注意をと呼びかけていますね。これ日本共産党の千葉県委員会の方ですね。はい。これね、初めての結婚教室、ね。僕なんか結婚したことないですから。ね。もし、あの、統治協会のことを全く無関心だったらこれ言ってみっかなと思ってしまうかもしれません。参加対象は未婚の青年およびその不母って書いてあるんですよね。 嫌だよね。あの、自分の、お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 かんとか、おとんとかと一緒にこんな参加するなんてさ、結婚に関心のある方、それはないわけじゃないけどさ、参加費無料っていうのもあたりからしてもうだんだん、あの、恐ろしくなってきますよ、僕は。はい。それで、ちゃんとこれは主催、世界平和統一家庭連合、千葉家庭協会って書いてあります。隠していません。ね、どうせ普通のその辺の市民は、結婚できないようなやつはですね、 ねえ、と、と、統一協会のことなんて知らねえだろうと。うん。っていうふうに高をくぐっているので、堂々とこういうふうに世界平和統一家庭連合主催って書いてあるんだよ。これ、行くような人って本当に情報あの弱者だと思いますよ。はい、他にもあります。ね一見綺麗なサイトです。幸せな結婚をあなたへ。まあ、大体ね、あのー、結婚とか祝福結婚って出てきたら、それは統一協会です。はい。 で、その人たちが、あの、統治教会の、あの、いわば家庭連合の人たちが、家庭力アップ講座。人のために生きる。喜びを教える。あれさっきも出てきたよね。他人のためにとか。ね。いやしかもね、これね、あの、誘い文句が、まあ、まあ、よくあるっていうかさ、あのー、いかにもなのよ。親であれば誰でもどうしたらうまく子供のやる気を引き出すことができるか悩んでしまった経験があると思います。 例えば子供を褒めることを通してやる気を引き出そうとしたり、時には叱ることで何かをやらせようとしたり、えー、または物やお金をあげることでやる気を引き出そうとしたりとかね、あるあるって思わせるような文章をわざわざ書いて、こういう家庭力アップ講座ってのをやっている。まさにこれは家庭教育支援条例とか、家庭教育支援法のあの発想なんだよね。子供をうまくペットのように手なずけろっていうことなのよ。 それは家庭力でも何でもないよ。ね、恐ろしいことなんだよ。でだんだん,こうよんあの読んでいくとさ、その講座のさ、中の,のタイトルの中で、個性心理体とかも、わけのわかんない言葉が出てきます。もうそれでも、この,あのカルト教団だって気がつかないとやばいです。ね、これずっとね、こうやって読んでいって、見ると、下の方に一番下に、世界平和統一家庭連合って思いっきり書いてあるわけですよ。 ね、もし書いてなくても、祝福結婚っていう言葉が出てきたら、アウトだと思ってください。はい。もうそれは統一教会の合言葉みたいなもんです。はい。次。えー、埼玉市内の教会で、で世界平和統一家庭連合ね。はい。ここにも結婚講座っていうのがある。ね、理想の相手に出会うにはとかって書いてあるけど、お前さーって突っ込みたくなりませんか、皆さん。合同結婚式で、あの、 なんていうかね、文戦名もうなくなってるけども、ね、そういう教祖が決めた相手にマッチングされるのが理想の相手なんですか皆さん、そうやって人に、あの、あパートナー、配偶者を当てがわれたいですかもう、だんだん恐ろしいことになってきますよ、これは。で一組の男女が神様の願いを中心として、ために生きる、喜びを知るために出会う、それが私たちの考える結婚観です。 自分自身のためではなく、相手のために、相手を愛するために結婚するのです。嘘、ね、く、嘘く、嘘く、嘘だろお前って言いたくなるよね。ね。この講座を通じて一人でも多くの方が幸せな結婚に導かれることを願っておりますとか言ってるけれどもさ、文鮮明のためにハン・ハクチャがどれだけ苦労したなんてことが全然説明されないでしょ。ね。とんでもなくいっぱい子供を産まされたわけだよ。ハン・ハクチャさんも。 ある意味、かわいそうっちゃかわいそうな人ですよ。だから、夫の文鮮明が亡くなった後は、もう、ハン・ハクチェが、まあ、なんて言うんだろう、あのー、トップに立って、ね、あぁ、せいせいしたわって感じで、ね、まあ、そのおかげで子供たちが造反したりしてるんですけど、はい、どんどん次行っています。えー、っと、ね、 統一協会っていうものがあんまりこのカルトっぽいところにこズブっと入っていかないとおそらく普通の人ってあんまりわからないんだと思うんだよね。なんか宗教団体なんだからまあ多少変なとこあってもおかしくないんじゃないっていうふうに思ってるレベルだとまずいんです。軍春オンラインが8月13日に発表した記事。もうぜひね、これをね、僕今日読みたいと思いました。あの軽い気持ちで統一協会の あの、イベントに参加すると、とんでもない結末が待っているっていう話ですが、そのとんでもなさが多分想定以上だと思いますよ。ちょっと読んでみますね。1992年8月、ソウルオリンピックスタジアムで、統一協会、現世界平和統一家庭連合の合同結婚式が開かれた。1992年ね。えー、純白のドレスに身を包んだのは人気絶頂だった歌手の桜田淳子、当時34歳。 えー、ロスゴリン代表で新体操の女王と呼ばれた山崎弘子、えー、当時32歳、えー、バドミントン元日本王者の徳田敦子氏、36歳、えーさ、桜田は結婚前の会見でこう語っていた、見ず知らずの相手といっても価値観が一緒で、人生の目的目、方向性が同じ人が集まるのだから、不安はありません。教会の教えは愛と性を大切にする。えー、正しい家庭生活をスタートする上での厳粛な儀式と考えています。抵抗はありません。 果たして愛と性を大切にするという合同結婚式の実態とはこっからがもう修羅場な話です。はい。えー、元信者で、えー、自身も1995年、2002年の二度合同結婚式に参加した、えー、木恵子氏が言う、えー。まず、結婚式に先立って行われるのが21日修練会です。私も式の半年前に千葉の教会施設で参加しました。えー、全国から老若男女が集まり、21日間にわたり、教団の教、えー、教典、 原理、抗論を朝から晩まで叩き込まれる。いかに、いかに人間は堕落しており、だからこそ祝福婚をしなければならないのかを教え込まれるのです。もう完全なる洗脳だよね。21日間教え込まれるんだから。うん、ね。なんか、あれだよね。中学受験とか高校受験でも21日こもって勉強なんかしませんよね。合宿でもね。 えー、修練会が終わると、信者たちは所属する地元の教会に戻り、えー、合同結婚式への参加を表明、えー。国籍や学歴を問わず、どんな相手でも受け入れると、誓いを立てるのです。その後、街の写真館に行って、顔写真と全身写真を撮影しました。って言ってるね。いや、でもね、この、 国籍や学歴を問わずって言う,うと、なんかいかにもさリベラリ、リベラルな感じがするじゃないですか、まあ、実際は韓国で出場している低学歴の男性で持てないので困ったもんだっていうような、えー、男性がにあの日本人の高学歴の女性にあてがわれて、あるいはアメリカとかでもニートやってるような若者があてがわれてしまうわけですよ、でそうなると何が起こるかっつったら、当然、生活破綻とか、子供に対する不当な扱いとかがおお起こるわけです。 で、えー、で、この写真を元にして結婚相手のマッチングが行われるのだ。えー、かぶ氏の場合は、教書の文鮮明氏が、えー、7代前まで先祖の因縁を霊視して決めた、という。<laughs> 7代前まで、まず、えー、なんだ、なんだ、あの、家系図が残ってる人っていますか、そもそも。えー、実際、教団は当時、女性信者のバーコード付き顔写真を持った文鮮明氏が、壁にずらりと並んだ男性の顔写真を見ながら、結婚相手を選ぶ様子を公開。 していると元信者で92年の合同結婚式に参加したジャーナリストの田田文明氏によ,よれば結婚相手が発表される瞬間は引きこもこもだという、えー、他の信者とともにアベルアベルというのは指導役の信者に呼び出されて結婚相手が決まりましたと写真を渡されました本来メシア救世主である文鮮明氏が決めた相手に対し異、えー、を唱えることはサタン、ね、悪魔の心を持つことを意味する、うん、とはいえ みんな好みがありますから、あーと落胆してる人もいました。まあ自分の好みじゃない人がね、いきなり結婚相手になったら嫌ですよね、どんな人だって。それでもマッチングを受け入れた信者は結婚式直前に都韓、うん、韓国に行くわけですね。ただしの場合、航空券や、えと、ーえー、どのぐらい、えー、ホテルの予約は全て教団が行ったと。簡、え、易、ー、ベッドが備え付けられた部屋に男3人の相部屋でした。 結婚相手と初めて会うのは式前日のこと。母から伝道され、信仰歴はこれくらいですと簡単な自己紹介をして連絡先を交換。もう一つ、式の前日には聖酒式と呼ばれる重要儀式も執り行われる。<laughs> 独自に調合したぶどう酒を飲む儀式です。文清明氏は過去に演説で、この式がなければ、原罪を脱ぎ、 血統を転換することはできない、えー。父母の愛の象徴が入っている。血が入ってないといけないと、などと語っていた。ただ、精子といっても実際には3種類の酒と21種類の薬草が混ぜられたもの、で、統一協会関係者が証言しております。はい そして迎えた合同結婚式。当日はどのような儀式が行われるのか。年、えー、によって違いますが、文、えー、子による祝辞や結婚指輪の交換のほか、文子が代表者のカップルに清水を振りかける清水式など20ほどの儀式が行われます、えー。桜田氏が参加した92年の結婚式では約2万組のカップルが参加し、頭がクラクラしてきますね。2万組のカップルね。<laughs> 自分が全く、あのな、な、なんていうかな、会ったこともないような相手、と、結婚するカップルが2万組いたわけですよね。その年だけで。えー、親族や友人らを含めて、計7万人が集結、えー。午前11時から約1時間半に及んだ厳粛な儀式で、ただしの記録に残っているのは猛暑である。炎天下の会場では30度超えてました。えー、配られたのは、協会の関連会社が販売する炭酸、うん、飲料、メッコールです。ああ、なるほど。メッコールっていうのは、統一協会の関連会社が販売しているんだね。 世界一まずいコーラと言われるほど美味しくない。<laughs> でも実際に熱中症で倒れる人もいる、いて飲むしかなかった。ねメッコール飲んだことありますか皆さん。えー、カブラギ氏が参加した95年も同じくソウルオリンピックスタジアムで開催されたが式当日雨だった、えー。ドレスの上にレインコートでしたが泥だらけになりました。ところが文鮮明氏が姿を見せた途端に雨が止んだ。やっぱりメシアなんだ。さっきまでの雨は天が涙を流していたんだねという声が上がっていました。もうこの辺りがもう狂ってますよね。<laughs> <laughs> もうこれは、これ笑うところですよ。最後に参加者全員で万歳と万歳三唱を行った後文世名氏が退場して幕を閉じると、しかしこれでおだ終わりではない、えー、別会場に分かれた新郎新婦を待ち受けているのは、激痛が伴う重要儀式だ、ねえー、桃源棒です新郎新婦が1メートルほどの木の棒でお互いの尻を3回ずつ思いっきり叩き合う、これによって原罪を払うことができるとのことで、信仰心が強い人ほど思いっきり叩く。 女の人お尻をさ、旦那ね、これから旦那になる、もう旦那になったのか。結婚式の後だから。旦那からさ、思いっきりさ、3回も叩かれってって、嫌じゃないホテルに戻って他の夫婦と一緒にやりましたが、お尻が痛すぎて。 おかしくなったのかみんなバカじゃないのは,はははと笑っていました。山崎氏も合同結婚式翌日の記者会見でこう振り返っている。えーね、昨夜みんなの見ている前でやりました。妻子に�たるし方もいらして、それは痛かったですよ。人情が出てはいけませんのでしっかり行いましたけれども、痛かった。一方の桜田は、式翌日に北京で映画祭のに参加する仕事を控えていたことから、実施せず、結局夫との同居直前の9月下旬に日本で行ったという。 ああ、くらくらしますね。この3回シリオーダーを終えると、日本人カップルは帰国の途に着くが、すぐに、新、え、婚、ー、生活を送れるわけではない、えー。性別期間と呼ばれる別居期間があります。国籍や、えー、所属する教会などによって異なりますが、最低でも40日間経たなければ家庭生活に入れません。 合同結婚式に参加したカップルはこの期間に家庭修練会に参加することが求められる。ここで学ぶのが三日儀式と呼ばれる新婚初夜の過ごし方。いわば統一教会流のセックス講座である。えー、初夜から三日間にわたる成功渉の方法が書かれた冊子を渡されました。なんじゃこりゃ。<laughs> <laughs> 初日と二日目は女性が上位で三日目は男性が上位となって性行為をすることが定められています。そこまで決められてるのか <laughs>。また、否認も禁止されている。これは神の子を生みを増やすことが我々の責務であるのに、それを自らの意思でコントロールしてはいけないと言われました。指南されるのは大義だけではないと。もうね、こともう延々読んでいくと頭クラクラしてくるんで、この辺りにしたろうかって感じです。 だからまあ、ちょっとおかしいって分かりますよね。入信したら最後こうなっちゃうんだよっていうね。でもね、いろんなチャンネルというかいろんなチャンスがあるわけです。例えばこの金沢家庭協会ね。は、まあ、ね、面白いよ。あのー、これはね、著者講演会が行われましたって書いてあるなんだこれなんだこれなんだこれね、いろいろ書いてあります。もうやってることが何をやってるかもうさっぱりわからないけれども、まあ、 なんて言うんだろうな。まあ、これは書者だから多分書き写しですよ。で、おそらく原理公論書き写してるんだと思います。はい。だからこういうふうになんかさ、一見宗教と違うようなことをまあやってたりするんで、わかりづらいんだよね。他にもこんなのあります。えー、加賀あの家庭教会。まあ、これもあのもちろん家庭連合ですよ、はい。教育センター二次フォーラムっていうのをやってたりする。 教育って言ってもね、教えるのは統一原理です。原理講論です。はい。で、人生の目的とかって勝手にあの決められてしまいます。はい。教えるのは統一原理ですよって言ってます。はっきり。はい。ね、そして出てくるのが真の家庭講演会ってものです。だいたい真のってついたら嘘くせえと思ってください。はい。ね、そしてほら、ブライダルセミナーね。 もう合同結婚式への道ですよ。結婚したいと思ったら入信すればできますよってことですよ。ね、もう頭おかしいとしか言いようがないです、もう。で、このね、渋谷、渋谷本拠地です。ね、本拠地では小学生親子ワンデイセミナーってのがやりますね。光の子教育センターより、ね、先生をお迎えしてって言った瞬間に、もうこれもう宗教だろうって、普通は気がつくんだよ、一般的な、あの、ね、あのー、 常識感覚を持ち合わせていれば。光の教育センターやばくね小学生に向けての原理勉強会が行われました。小学生ですよ。見て、見てください、写真。小学生が原理講論を学んでるんですよ。やばくないですかで、お父さんお母さんも一緒に学ぶんですよ。もっとあ,あかんですよ。ほら、お父さんお母さんいるわけでしょ後ろの方に。親子で学んじゃってますよ。これが2014年にやってたことですね。 ああ、もう頭がおかしくなりそうですわ。もうこういうの見てるとね。最後に、じゃんけんゲームが行われました。ということで、気あいあいみたいな写真撮ってる。しかも、中高生による合唱とかって、もうこれ信者た、信者の子供たちですね。はい。えー、ね、中国からお嫁に来られた方,方々の中国の歌を披露、うん。お嫁に来られたのかな気になるな、いろいろ。詮索したいな、と思いますよ。はい。 ビンゴゲームとかやってます。わきはやいりです。恐ろしいですね。はい。次。今度は那覇協会です。那覇協会は希望の家、家庭講演会なんてことを2018年にやってました。はい。地上に生きる人間として最も尊く、えー、感じるものは何でしょうか権力ですか愛ですかしかもね、権力、お金、知識っていうのが片方にあって、 もう片方に愛と生命理想ってのがあるわけよ。どうやらお金とか知識は権力と同じように悪いものみたいですね。なんか恐ろしいね、まあ。こんなことが行われているわけです。これも希望の家で家庭講演会とかって言われると、ちょっとね、希望を持ちたいね、家庭放課したところはね、あの、つながっちゃうよね。家庭、これ神戸も同じ、2018年にハッピー講演会って言ってます。はい。 もうね、これも写真見るとおかしいんですけど、ね、お腹にいる体中生活、赤ちゃんのこと、その次が地上生活、そして霊界生活ってやってて、もうもうこれは宗教だなって <laughs> すぐわかるわけだけども、でもハッピー講演会って言われると自己啓発セミナーっぽいじゃないですか。ね、恐ろしいですね。はい。次にですね、まだまだ池袋家庭教育協会です。はい。そしたらね、もう今年の6月7日には、 オンライン二日セミナーっていうのがあったみたいだね。まあ最近コロナもあるから、オンラインでね、あの参加を誘われたりするんだね。あと、命の言葉講演会っていうのがあ,あったりするね。大体ね、命の言葉とかさ、ね、あの、なんだ、ガイアの話とかさ、まあ別にガイアの、こう、やってる人が悪いわけじゃないですけども、ね、地球村とかさ、なんかエコ,エコロジーのなんか、あの、言葉のように聞こえているんだけども、実際は統一教会がやっているってことがあるってことです。 はい、かわいそうだけどね、エコロジーの本気でやってる人たちにとっては。で、教えてるのは統一原理です。彼らの教えです。はい。はい、どんどんいきます。岐阜県。今度はね、えー、国連 NGO 世界平和女性連合とかね、書いてあったりしますけれどもさ、これも、あのー、家庭連合のお仲間ですね。で、これちょうど10年前、国際交流ひな祭り会っていうのがあった。ね、ひな祭りですよ。 ね、しかもこれ日本語で書いてあるんだけれども、あこれね、あなるほどねって今僕も気がついたんだけど、日本語弁論大会で活躍された皆様、その後もお元気でお過ごしですかわかりましたか皆さん。女子留学生日本語弁論大会、ね、いろんな大学生、ね、ね外国人留学生に、えー、なんで誘ってやってましたよね、日本語弁論大会。その参加した人に、ひな祭り、国際交流ひな祭り会をやりますから来てねって。 言ってるわけよ、ね、しかもこれ場所が松原家って言って個人の家だよね。しかも会社は外国人は無料、一般は500円って書いてあるんだけど、女子留学生を鍛えたいわけだよ。で、なんでって言ったら信者にして、その後政治家の秘書とか、あの政治運動あの、選挙運動とかに有能な大学を出たんで、しかも。 あの、バイリンガルだったりするわけだよ。日本語と、その現地語と。下手するとトリリンガルかもしれない優秀な人たちなのよ。女子留学生弁論大会に出るぐらいだから。だからそうやって自分たちの信者にして、まあ、ただ働きさせるっていうことだよね。まあ、そういうことを10年前からやってたってことだね。はい。他にもね、こういうね、福島家庭協会見てみましょう。これも、まあ、頭クラクラします。はい。ファンシーアレンジラピュール。もうここまで来ると、あの、一,あの一部の,あの女性にはこういう、 ファンシーなものを作るのが好きな人って言いますよね。で、オリジナル作品を作りましょう。あと、押し花体験もやってます。はい。カル、なんかカルチャーセンター乗りだよね。はい、次、フラダンスを楽しむ会もやってます。ね。これね。面白いのが福島家庭協会っていうのはさ、ね、フラがある。ね、あるイベント、あイベントっていうかあるあ、ある場所でフラがある。有名になりましたよね。だからフラダンスを楽しむ会。 なんですよ、きっと。次、なんかニコスマイルっていうリズム体操がある。ね、まあ、体も健康にみたいな。そして、エスペランサ、小物作り。はい、これ、女子受けするようなものなんだけど、最後にハーフデイセミナー。さっき、親子でワンデイセミナーってありましたよね。ハーフデイセミナーっていうのをやってるよ、って言ってる。幸福になるためには自分自身の心を変えなければならないのです。ああ、恐ろしいね。 なんか、アクセサリーとかさ、作ったり、フラダンスとか楽しんでる間に入信してしまうんですよ。はい。そういうことを仕掛けているのが福島家庭協会です。はい。はい。どんどん行きます。今度はなんか、厚生家庭協会っていうのがあるみたいでですね、去年の7月の話です。チャリティーバザーの報告って言ってるから、チャリティーバザーやったんですかね。ただ売、まあ、売り上げ2万、売り上げじゃないんだけどね、これ。あ、まあ、バザーだから売り上げと言ってもいいのか。 高津区社協に寄付いたしますとかって言ってるんだけど、これもね、高津区社協もらっちゃってる可能性ありますね。この売り上げに0 0 0円、ね、こういうふうにバザーみたいなものに参加してもらうことによって、やっぱり入信させるんですよ。このね、名前がさ、地,地域を愛する会とか言いながら、世界平和統一家庭連合の協会だって、高津区って言ってるから、川崎市だね、きっとね。 で草むしりや玄関前の清掃など、ちょっとしたお手伝いが必要な方は、お気軽にお声掛けください。お手伝いしますって書いてある。これはね、独身で、まあ、配偶者が亡くなったおじいちゃんおばあちゃんとか、これ狙われますね。で、で、バザーで物を売らされたりするかもしれないよね。だから、バザーだからいいわけでもないわけですよ。バザーをきっかけにして入信させていくんですよ。そして入信した後はどうなるか。 献金をさせられるわけですよ。ね、山上容疑者のお母さんは1億円以上献金してたよね。まあ思い出してください、皆さん。はい。他にもこんなイベントがあっていうところで、ワクワクセミナー、本当の自分を探しましょう。大体 <laughs> 本当の自分とか真のとかついたら、もうそれはもう宗教だと思ってください。しかもカルトなものほど、ね、うちが本物なんだっていうことを言うわけですよ。 はい。ワクワクセミナーは、まあ、ね、あの、人を幸せにできたらどんなに幸せで満足でしょうか。なんかね、これを見るたんびにね、しかもそこにきっちり合同祝福結婚式っていうこのアイコンがあるのがね、面白いよね。そうするとほら、いかにもさ、ね、あの、結婚が美しいものであるかのようにね、描くわけですよ。でも彼らのね、あの、こんな、 あのー、もう次から次へと、なんか結婚がいいですよ、結婚がいいですよってうふうに言ってんだけど、世の中結婚が全てじゃねえじゃねえかって僕なんか独身だから思います。ね。ね、離婚率も高いです、に日本は。3組に1組は離婚してます。まあ、こんな感じでですね、あのー、いろんな人たちに、えー、いろんなパターンというか、いろんな趣味で、えー、集客し、そこから先に仲良くなってからが入信チャンスなんですよ。 勧誘チャンスなんですよ。はい。えー、今日はね、まあ、いろんなね、統一協会のイベントにはバリエーションがあって、そのバリエーションの中には、ああ、なんか、あの、ハンドメイドのアクセ,アクセサリーとか作るのかなとか、ね、あるいは、えー、小学生が親,あ、ね、親と一緒に、えー、原理功能、功労を学ぶみたいなベタなものもあるし、あるいは、えー、ピースロードみたいに自,自転車をみんなでね、あの走ろう。 ね、日韓交流のために走ろうとか、一見表向きは趣旨的には悪くないように見えるようなことを統一協会はやって、その先に入信があるんだってことは僕は何度も伝えたいと思います。ベタな意味でね、あの、常に最初から原理行論を見せられて入りませんかなんていうベタなことはやらないんですよ。統一協会とその関連団体は。いろんなところに、あの、まあ子供から大人をね、あるいは高齢者まで、 え、引きつけるようなことをやっている。これは本当に広範囲なので、あの、ちゃんと主催者がどんな団体なのかっていうのを、まあね、若い人はネット検索できるかもしれないけど、50、60、70、80の人たちはネットやってない、やってないわけですよ。やってないから気がつかないまま参加してしまったりする。もしくは高齢者で寂しくてついつい参加してしまったりするってことだって怒ってると思います。で、日本はね、あの、 高齢になればなるほど個人資産が多いってことになってるので、高齢者はね、あの、俺レ詐欺もそうだけども、狙われやすいんですよ。こういうカルト教団に。だから、自分はそんな高齢者じゃないと思っても、自分の親が、えー、統一教会ね、テレビで見たらあんな怖い、こうあの、カルト宗教って思ってるかもしれないけど、気がついたらその自分の親、高齢になった親が下手すると、 えね、あの今度さ、こういうイベントあるんだけど、来て来ないって言われて、まあ、暇だし、寂しいし、行くかと思って、友達作りに行っ,て行ったら、入信してしまいましたっていうこともね、あるんですよ。せっかく築き上げた資産がパーになるってこともあるんですよ。ね、保険とかも解約して、お金を作って、ね、一家がもう頭痛いなと、うなんであんな宗教にはまっちゃったんだっていうふうに、まあ、子供とか孫を悩ます。 ことすらあるわけですよ。だからね、あの、子供は大丈夫だってこともないし、高齢者が大丈夫だってこともない。全世代に向けて、統一教会は信者獲得のために、いろんなね、イベントチャンネルを用意しているので、皆さんね、今日の,あの動画も、そこまでやってんのって驚いたかもしれないけど、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、こういう動画も拡散してください。うん。で、自分もこの地元にね、自分の住んでる地元に似たようなイベントあったな、とか、 あったらどんどんツイッターとかフェイスブックとかにね、アップしちゃいましょう。ね。でコンさんこういうのありましたよっていうのをメールとかフェイスブックメッセージで送ってもらえると、ものすごい来るんでやめてください。<laughs> それはやめて、むしろそれはあの自分のフェイスブックのボールとかツイッターの,のところに画像とか貼り付けてで、そのリンクだけ送ってもらえるとありがたいですで。まあそれぐらいですね、実は地元にも、自分の地元にもあのいろんなね、統治協会の魔の手が及んでるんだってことを、 あの、早めに確認した方がいいと思います。まさか自分の親がってこともあるかもしれないので。ということで、えっ、ーえー、と、コメントや、えっ、ーえー、と、感想を、や思いをコメントや、あの、チャット欄に書いてください。で、この動画もぜひ、あの、拡散していただけるとありがたいです。こんにちは。